お金のニュース、実は恐ろしい、日経平均7万円シナリオ、これいきましょう。三井住友 DS アセットマネジメントが面白いマーケットレポートを出していたので紹介します。レポートの内容をネタバレするとこういう話です。日本の名目 GDP が年率プラス 2.25% で成長すると、シナリオ A では9年後に日経平均は7万円を達成。シナリオ B は、シナリオ A に加えて企業が東京証券取引所の要請を受けて収益性向上などに取り組むと、6年後に日経平均は7万円を達成。シナリオ C では、万が一日本でハイパーインフレが起きると最短2年で日経平均は7万円を達成。こんな感じで、日本株いずれのシナリオにしても熱いですっていう話ですね。ということで、日本株上がるぞ買えっていう話ではなくて、よく聞いてくださいね。マーケットレポートの主張そのものを鵜呑みにしてほしいわけではないんです。ちなみに、この2年から9年で日経平均は7万円になるっていう詳しいロジックが知りたい人は、自分でリンク先のレポート読んでください。この動画の概要欄のところにリンク貼っておきますんでね。専門用語がたくさんなので、投資初心者にはちょっと難しいと思います。難しいって方はね、もうこの今の説明だけ聞いておいてください。で、今回僕が皆さんに知ってほしいのはこの1点です。 GDP と EPS に強い相関があること、これですね。みんなのマネーリテラシーアップに役立つ話題です。で、これを聞いて GDP、EPS、うわ、ややこしそう、専門用語、あ、さよなら、おやすみ、寝たい、眠い、みたいなね。こう思うかもしれないんですけど、わかりやすくさらっと解説しますんでね、ぜひ聞いてほしいなと思います。まず GDP について。GDP というのは国内総生産のことですね。シンプルに言うと、国内で生み出された付加価値、つまり儲けの合計額ですね。物やサービスが売れれば売れるほど GDP は大きくなるんですね。ちなみに、これが世界のランキング2022年時点です。これ出典 IG 証券さんですね。1位が大儲けしているのがアメリカ。2位、アメリカを追いかけているのが中国。3位が日本。4位がドイツって続くんですね。GDP は国の経済力を測る最も重要な指標の一つ。それだけに GDP の大きさや成長率はしょっちゅうニュースになってますよね。GDP、GDP ってニュースで一回聞いたことありますよね。ちなみに2023年、日本はドイツに抜かれて4位に転落したって言われています。盛り返していきたいですね。次、EPS について。EPS というのは企業の一株当たり純利益のことです。って聞いてもわかんないですよね。この際、EPS っていうのが何の略かはもう覚えなくていいです。とにかく条件反射で EPS とは一株当たり純利益だって答えられるようになってもらえれば OK ですね。例えば、リベダイ株式会社があったとします。2023年1年間の純利益は1000円。そして株式数は100株。この時、一株当たり純利益は1000円割る100株で10円になるんですね。これね、数字またゆっくり止めてみてください。わかんないという方もね。まあなんとなく聞いといてもらえたら、ふーんって聞いといてもらえたら大丈夫です。EPS というのは株式投資において最も重要な指標の一つなんですね。EPS が右肩上がりで成長する会社に投資すれば報われやすい。EPS が伸びない会社に投資すると報われにくい。なので投資の神様、ウォーレン・バフェットも最重視している指標の一つですね。次、GDP と EPS の関係いきましょう。今説明した2つの指標、GDP と EPS には相関があるんですね。このグラフを見てほしいです。これですね。GDP の動きと EPS の動き、似てますよね。で、ここで言う EPS っていうのは、日本の上場企業全体の一株利益だと思ってもらえれば OK です。GDP が落ち込んでいるときは EPS も落ち込んでいる。GDP が伸びているときは EPS も伸びているってことがわかりますよね。ちなみに、ちょっと専門的な話をすると、この両者の関連性を表す決定係数は 0.8 以上。一般に強い相関があるとされる水準を上回ってるんですね。これ1に近づいていくほど強い相関があるとされるんですけど。つまり似た形のチャートを雰囲気で重ねてるんじゃないよってことですね。まとめいきましょう。GDP と EPS には強い相関関係がある。だから僕みたいに日本の高配当株に投資している人は GDP に関するニュースは毎回ざっくりとでいいから押さえてほしいんですよ。って言われても分かんないって方いると思いますんで、もちろんお金のニュースで取り上げていきますよ。なのでね、GDP って全く関係のない話だと思わないでほしいんです、自分にね。今、GDP 総額でどれぐらいなのか、世界の中での位置づけはどれぐらいなのか、前期比プラスなのか、マイナスなのか、成長率はどういうトレンドで動いているのか、上がり上司なのか、停滞しているのか、将来の予測はどうなっているのか、他国と比べてどうなのか、こういうところですね。
ここで確認したことがざっくり日本企業全体の稼ぐ力の把握にもつながるんですね。こういうところの肌感が、例えば高配当株を買う際の割安とか割高の判断なんかに効いてくるわけですね。日本企業全体はどうなのか、投資を検討している会社はどうなのか、マクロな目線、ミクロな目線、切り替えながら分析していくわけですね。まあ何にせよ、これが資産運用の大原則。価値の上がるものを買い続ける、そして持ち続ける。長い目で見て、経済が大きくなる業界や国、利益を増やせる企業、そういうところに投資していきましょう。日経平均株価が本当にこの10年以内に7万円になったら面白いですね。ということで今日は以上です。終わりー。学長じゃんけん、じゃんけんパー。バイバーイ。